おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこのね、ルアー、今勝のスラムドッグモンスター。これをですね、昼間のシーバス釣りで投げていたところ、豪快な水柱が立って魚が釣れたよ。こういった動画です。ぜひご覧ください。いや、後ろへセナ君とちょっと上で誘い出し、チャレンジしています。終わっちゃった。うわー、俺が投げ出した瞬間に終わった。めっちゃ出てたっすもん。大丈夫、今日俺まだ1匹しか釣ってないから。大丈夫。心の鍛錬なんで。この状況に飲み込まれると終わっちゃうんで頑張ります。セナ君弁当見の？あーやっぱちょっこういうこと。終わった。すげえ面白かったって過去形で言わないでくれる？いやまだいる。あー形がねスライスしてっか。どうか？あ、いいね。お、出た！よっしゃ！よそ見してたらバシャーっと出た。どうだろう、全然見えなかった魚のサイズ。いっちゃい、こういう時の P6 号なんで大丈夫です。はい、スラムドッグミリオネ、なんだっけこれ、スラムドッグスラムドッグモンスターで来ましたよ。昼のシーバスがトップにガボッとね。じゃあ、こんな感じ。エラを壊すエラだ。ダメだ。はい、釣れました。トップウォーターでねガバッと釣れましたよ。結構ね長いサイズ、綺麗な続き。じゃあ逃がします。はい、というわけでね、釣ることができたんですけども、みんなね結構ね身の出入れ食いみたいな状況だったんですが、なかなかね、水面はバコーンってね水柱が立つことなく、結構ねいろんな時間投げてたんですけども、ただあの船長もねちょっと様子見で投げていて、船長は OSP のベントミノのでっかいやつだったっけな、前日に OSP の取材が入ったんですなんて言って、このルアーすごいんですよなんて言って投げてね、あー OSP 釣れましたって、ベントミノ釣れましたなんて言ってたんで、じゃあペンシルベイトいけるんじゃないのなんて思ってですね、投げたら結構ね嬉しいスズキが釣ることができたという、こういったことでございます。まだまだそうですね、徐々にね魚いなくなるとねあっという間にいなくなるので、まあ今がチャンスなんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、今回お世話になったのは、千葉県江戸川放水路の老舗林優先さんで、で仲間内でね、あの釣り子 TV いつも出てくれてる人はオールスターでね、メグタス、原さん、スーさんってね、みんなでね、船を一隻チャーターして、それでね海に出ることができたんですけど、まあ4人とか5人、まあ最大6人まで乗れますよなんていうふうに
行ってたので、ポイントもね比較的港から近いので、まあ、千葉県のね、方の釣り場に強い、場所にあるのかななんていうふうに思うんですけど、幕張とかもねだいぶ近いので、東京の湾奥から魚が抜け出したそんなタイミングにね、非常にポイントとか強いところをいっぱい持ってる船宿さんじゃないかなということで、今はね何にしてもこうもうねサワラがめちゃくちゃ釣れるっていうことで、連日ね、サワラの船がね大盛況ってね、ちょっと大きめのミノをねバシバシジャークしていると、もうメーターオーバーぐらいのサワラがね食いついてきて、でまあ食べても美味しいですからね。まあただね我々は今回シーバスを釣ろうっていうことでですね、スズキのポイントで結構粘ってもらったんですけども、まあ秋のねこうブラックバスとかねトップに出づらくなるこんなタイミングで結構ね持っているとバコーンってね、水柱が立ってそんで釣ったりすることができますので、こういうねペンシルベイトなんかもぜひボックスに、行くときはね一個忍ばしておくといいんじゃないかななんていうふうに思います。というわけで本日の釣り講 TV はこちら、今勝のスラムドッグモンスター、これにね水柱が当たっていいシーバスが釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。